三橋さん、テーマの発表をお願いします。これです。国の借金という嘘。財務省は国債と借入金などの残高を合計した国の借金が6月末現在で1,053兆4,676億円と3月末に比べて4兆1,015億円増えたと発表しました。総務省が推計した7月1日時点の総人口1億2,699万人で割ると国民1人当たりの負担額はおよそ830万円になります。これは番組も始まって3年になりますけれども、まあ、番組かい、ね、とスタート当初から三橋さん出ていただいてますが、はい、毎年のようにずっとこの話して借金じゃないですよって話政府のねっていう話してあのね、ええ、そうなんですね、国の借金とかあと日本の借金とか呼ぶ人いるでしょこれ、うんうん、違いますからね。あの日本国家全体が外国から借りてる借金ってのはちゃんとあるんですよ、うん、日本の対外負債ってやつだけどこれがね609兆円ある。609兆円でも逆に我が国は外国に対して、948兆円貸し付けてるんで、なるほど、日本全体だと外国との関係は340兆円の純資産なんですね。要は貸してる金の方が多いんですよ。でこの純資産が多い人のことをお金持ちと呼びます、うん、この340兆円の純資産額は世界一なんです。だから日本は全体で言うと世界一のお金持ち国家なんだけどその中で政府が借りてるのが国の借金と言われてるやつであれ英語でガバメントデッドって言うんですよね。ガバメントデッド、そうだから政府の負債なんです。で日銀の統計でもねちゃんと政府の負債ってなってるんだけどそれが国の借金って言われてしかも国民一人当たりで上がって一人当たり800何十万の借金だとこういう嘘がまかり通っちゃってるっていうのがこれが我が国なんですね。でまず政府の負債であるから借りてるのは政府ですねと貸してるの誰か知ってほしいんですね。作ってきます。これ日本国債の所有者です、うん、誰が政府に金貸してんですかと。青いのがね預金取扱機関だから銀行とかですかね、はい、その下が保険年金基金生命保険とかです、はい、で社会保障基金で、まあ、日本銀行ですよと。要は国内の金融機関が政府にお金を貸してるというのがこれが国の借金とやらの正体です、うん、これ全然印象違うと思うんですよ ね、 そうですね。でもね、預金取扱機関例えば銀行が何を貸してるか、うん、預金取扱銀行がですね自分の金貸してるわけじゃないでしょ。私たちが銀行に貸し付けた預金を政府にまた貸してるんです、うん、あるいは保険会社だったら私たちが納めた保険料を政府に貸して運用してるんですね、うん、はい、政府の負債国の借金じゃありません。政府の負債の債権者は誰でしょうか。国民。その通りですね。日本国民なんですよね。私たちが貸し付けてる。そうです、まあ、厳密にはあの銀行経由で貸してるんだけど、うんうん、それをなんか国の借金1,070兆円国民一人当たり800何十万円の借金っていうふうに報じてるわけだからこれは全部嘘なんですね、うん、ちょっといいか表現が多分違うんでしょうね。わざとでしょうね。わざとだと、まあ、そもそも国の借金って言葉が変なのね。これでも最近でも そういう見方についてみんな言うようになってきてるのに報道になるとずっとこの言い方一辺倒でしょ、はい、それはね、なんでなんでしょうか。実はですね今回この記事が出したのはあの日経新聞でしょ、時事通信、共同通信、朝日新聞、産経新聞というのが出したんだけどみんな同じ書き方なんですよ、うん、みんなあの国の借金1,053兆円、1人当たり830万円の借金、うん、なんでかというと、財務省に財政研究会という記者クラブがありまして、はい、そこに記者さんが来るわけ、そこで財務省がペーパー配るのね、その通りコピー&ペーストして書いてるからこんなことが、レクがあって、レクがあって、これが問題なんですよね、でそもそも日本政府の負債、ね、あの国の借金じゃないよ、政府の負債って 100% 日本円建てなんですね、はい、で日本円建てである以上あの子会社の日本銀行、日本政府の子会社の日銀が買い取っちゃうと借金チャラになっちゃうんですよね、あの子会社と親会社のお金の貸し借り連結決算で総裁なんで、すでにねこれね30、あこっちか、3割がですね日本銀行なんですよ。これ返さなくていいんですよ、利払いもしなくていい、してもいいんだけどどうせあの連結決算で返ってきちゃうから。というわけで今ですね実は日本政府の負債で実際に返さなくちゃいけない部分、この青い部分ですね、これは一応民間の銀行とか政府が持ってるあの国債だから返さなくちゃいけないんだけど、どん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 減ってってるんですよ。2012年9月ぐらいからこの辺から。これどうして減ってるんでしたっけ。日銀が買い取っちゃってチャラにしたって。あ、そか。ということでこんなあの国の借金だとか財政問題なんか本当は我が国ないんですが、それを新聞とかテレビであるいは何も知らない人たちが、まあ、嘘の情報をまき散らしている結果、我が国はデフレ対策できなくてどん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 貧乏になってて、もっと恩がやったらそれがなかったら財政出動を普通に国債発行して財政出動しろと、
そしたら需要が、そうなると、まあ、財政出動自体イコール需要になるので、うんうん、それをやらなくちゃいけないので、それをずっと止められてきたんですよ。結果皆さんど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 ん貧乏になっていってるので、私はこの嘘をね、国の借金1053兆円1人当たり830万円の借金という嘘を亡国の嘘って呼んでます。亡国の嘘、これ日本を滅ぼしましょう、この嘘。なるほど、まあ、本当にその借金まみれっていうの状況だったら、まあ、こんなに日本が海外からリスク回避の国としては、はい、円高になるわけないですよ、その通りですよ、はい、うん、実際は日本は世界一のお金持ち国家であり、政府の負債を貸しているのが日本国民だっていう事実だけでもせめて知ってほしいと思います。うん、まあ、これで多分財務省に目つけられるので、この番組交番だと思うんだけど、ね、いやだってもう3年ぐらい続いてるよ意外と長いな、ね、ありがとうございました。